谷正智は中華民国の軍人、政治家。はじめは県軍の有力指揮官で、後に国民革命軍に転じた。国民政府では、憲兵の連政、組織に尽力し、日中戦争中は、官縮省政府主席として、顕著な知石を挙げたことでも知られる。字は、狐。弟の谷正綱、谷正し内も、同党や国民政府で養殖につき、 彼らと共に、谷氏三兄弟と称された。1906年、紀州陸軍小学に入学し、翌年、校内革命派団体である歴史研究会に加入した。1908年秋に卒業し、武将陸軍第三中学に進学している。同年冬、何王金、首相領と共に、日本に留学し、東京新部学校で学ぶ。この時、 中国同盟会に加入した。1911年10月、武将起義が勃発すると、谷正友は帰国し、高校配下として、関与で新軍と交戦している。翌1912年1月、南京に中華民国臨時政府が成立し、木が陸軍総長県参謀総長になると、谷は陸軍武将公会員に任ぜられた。 1913年の第二革命でも木の下で、チャンスうち援軍総司令部で職に就いたが、敗北して、日本に亡命する。その後、陸軍士官学校法兵下に進学し、1916年、秋、卒業した。帰国後は、谷正友は何陽金、首相領と共に紀州省に戻る。紀州特軍、劉県与のおいで、県軍第一市市長である。 王文化に昇兵され、谷は第一市で、砲兵団団長に任せられた。1917年10月、五法運動の一環で、県軍総司令に任せられた王が、四川省へ出撃することになると、谷は第七団団長に改めて任せられた。その後、四川省での転戦で軍港を挙げ、第一団団長、第二根制旅旅長と昇進している。 1920年10月、川軍に敗北して、県軍は、紀州に退却する。この頃、紀州省では、王文から、新派支持派の新軍軍人を格とすると、劉県、与良、旧派の権力闘争が、過境に差し掛かっていた。王は叔父である劉を直接手にかけることを図い,い、配下の路頭を、大理層司令、小明を葬式、谷を副葬式にそれぞれ任命して、 紹介起用ダッシュを命じ、大自身は、上海に一旦退避している。一方の劉健佑は、兄の劉健先引きる、遊撃部隊に加え、新編たびた々、長剣警察庁長の何王金に、審判迎撃を命じたが、すでに何は、オーブンからと内容の手はずを整えていた。審判でも外傷人である、路頭と小明は、権力闘争への介入に、 消極的であったため、結局、副総指揮の谷が、起用攻撃の指揮権を握る。11月10日、谷は、なんと協力して、起用を吸収、攻略し、旧派幹部を粛清した。これにより、新派が奇襲症を掌握したことになったが、この際の粛清、殺戮が過度であると批判を受けたため、大文化は直ちに起用に戻ることができなくなってしまう。 翌1921年3月、大文化が北京政府を支持する配下の演奏名の資格に暗殺されてしまう。これにより、大理層司令路等が正式に総司令となったものの、外省人の路は指導力発揮を控え、以後、何王金と谷正友の間で主導権争いが展開されることになった。何は警察庁長であったために素早く起用を掌握し、 谷はこれに対抗し得ず、やむなく、紀州南土永樹司令として、紀州省南部に一時撤退する。5月、孫文が、甲州で、非常大総統に就任し、西南各省に、厚生省の陸栄帝を討伐するよう呼びかけ、路頭もこれに応じた。谷正友も軍港を挙げて何用金に反撃するきっかけを、掴みたいと願っていたことから、自ら出征を望み、 円滑ら貫れ組んだ祖軍として、厚生省へ進軍。翌月には、劉州を攻略するなどの軍港を挙げている。1922年1月、谷は孫文から、中央直轄県軍総司令に任命された。こうして、地位の向上などで力を得た谷正友は、何早かの団長2名を牢絡し、そのクーデターにより、何を追い払うことに成功した。同年4月、 企用に戻って、実験を掌握している。ところがこの頃には、北京政府の支援を受ける縁素明が、帝県軍を組織して、企用進撃の機会を伺っていた。谷正ともも、の迎撃準備を整えようとしたが、すでに縁は谷配下の第一根性旅旅長、法官賞、第二根性旅旅、超王天培うと秘密裏に連携している。そして、縁が企用に向けて進軍してくると、 ほう、王も内容し、他の谷配下の部隊も次々と縁の側に寝返った。万事急した、路頭と谷は下屋し谷は湖南省へ逃亡している。湖南省では、陸軍士官学校時代の同級生だったが明るくの引き立てを受け、1925年7月に、湖南陸軍第一司顧問権軍官公衆所所長に任ぜられた。 1926年9月、ガが国民革命軍に液死し、独立第二子市長となると、谷は同志副市長兼第一旅旅長となる。そしてガに随従して、厚生省の急行攻略、さらに翌年3月の南京攻略に貢献した。4月、独立第二子が第四十軍に拡充されると、谷は南京改元指令代理に昇格した。この時、 小解析の治遇を受けている。1928年2月、谷正友は南京英寿副司令となった。同年5月、災難事件が勃発し、日本側から責任者と指断された南京英寿司令が、明るく身が悲面に追い込まれてしまう。これにより、谷が公認の司令に昇進し、首都警備の任を委ねられることになった。以後 谷は憲兵部隊の連成と組織に尽力することになる。まず谷正友は蘇州で憲兵軍艦講習所と憲兵協連所を設立し、1932年1月軍政部に属する形で憲兵司令部が創設されると司令に就任した。1934年には憲兵学校を創設し、小解析が校長、谷が教育長となり、谷が 実際の運営を担った。日中戦争勃発後の1937年9月、谷は軍事委員会軍法執行副官を兼任する。また、首都の内陸部移転に伴い、小学側県編区水税公所主任も兼ねている。1940年12月まで谷は憲兵司令を務めていたが、それまでに憲兵は30個団に拡充された。この月に、 谷正智は中国共産党の戦艦令変区封鎖の任を小介席から委ねられ、官縮省政府主席に任命される。以後、1946年10月まで同省政府主席を務め、1942年10月には関心航路、ただし弁も兼任している。この間に谷は新建制を実行するなどして国民政府中央の統制を 甘縮省にもたらす一方で、現地海賊への福祉充実に努めて、民族間の対立緩和を図り、さらに推理建設や農、林、牧業振興、土木事業展開でも顕著な成果を上げた。甘縮省紹介の乱州へは、アメリカ副大統領ヘンリー・エイ・ウォレスも参観のため訪れており、谷の良好な地跡を絶賛している。1946年10月、 官宿省での知識を評価される形で、谷正智は国民政府中央で領職部部長に任命された。翌年4月、紀州省政府主席に任命され、久しぶりに地元への復帰を果たすことになる。谷は国境内戦対応のために反共政策による統制を懸命に進めた。しかし内戦は共産党優勢に展開し、次第に谷は追い詰められていくことになる。 1949年11月になると、紀州省西南部一帯に駐留していた第89、軍軍長、龍白龍から谷正友は小政府主席の地位を狙われるようになった。そして、龍が谷のかつての上官であった、路頭を殺害するなどの暴挙を働くと、激怒した谷は龍を吸収、処刑する。この頃にはもはや、 中国人民解放軍が、器用間近に迫っており、他に浜もなく、台湾へ逃亡。ほどなくして、器用も人民解放軍に占領された。台湾での他には、相当不国策顧問に任ぜられている。1953年11月3日、台北市にて病没。去年64。ありがとうございます。